天皇陛下ご即位30年奉祝感謝の集いが開催された国立劇場天皇陛下ご即位30年奉祝感謝の集いは平成31年4月10日に第125代天皇の即位30年を記念して開催された集いである。第125代天皇が平成元年1月7日に即位してから30年が経過したことから 即位30年を祝うための各界代表の集いが開催されることになった。天皇、秋人、皇后、道子の成婚60年を迎えた平成31年4月10日に天皇陛下御即位30年報祝感謝の集いが国立劇場に約1800名の参加者を得て開催された。これには天皇陛下御即位30年報祝国会議員、連盟 天皇陛下古即位30年報祝委員会、公益財団法人日本文化交流財団が共催した。冒頭、NHK 公共楽団有志と同団、主席クラリネット奏者、伊藤経営により、天皇昭き人が好んでいるクラシックの中から、モーツァルト作曲、クラリネット競争曲第一楽章が演奏がされ開会した。第一部報祝式典の部では、 宮本隆二の司会振興の下、主催者を代表して、報祝国会議員連盟会長の伊吹文明と法祝委員会会長の三村昭夫日本、商工会議所会頭が式辞を述べた後、来賓の安倍晋三内閣総理大臣、大島忠盛衆議院議長が祝辞を述べた。続いて各会からの祝辞では、経済会から中西広明日本経済団体連合会会長、 学会、医療会から、京都大学 IPS 細胞研究所所長の山中、深夜教授、芸能、芸術界から、タレント、映画監督の北野武史、東北地方太平洋沖地震の被災地から、東日本大震災被災者で、岩手県三陸花ホテルは、マギク社長の千代川茂、また海外からは、同年に、天皇、秋人、皇后美智子との交流があった、 日系ブラジル人、サンパウロ氏、エタバ高校3年生の宮崎真宏が、それぞれ即位30年を迎えた天皇への感謝と、祝いの言葉を述べた。続く、第2部祝賀コンサートの部では、中井美穂の司会振興の下、音楽プロデューサー松藤屋正隆の企画により、ミーシャ、松藤屋由美、ゆずのミュージシャングループが、祝賀演奏を披露した。天皇、秋人の御性と、 皇后、美智子のお歌にメロディをつけた天皇陛下ご即位30年奉祝曲、お旅も演奏された。結びに、伊達忠和参議院議長の先導により、参加者全員による政治万歳で閉式した。なお、当日の模様は、地上波テレビの実況中継を含めマスコミ各社により、広く内外に報道された。なお、天皇飽きと皇后美智子は、 皇居での行事のために、この集いには臨席しなかったが、開催後に、宮内庁寺従庁の河井地をより、4月10日、両陛下は、終日休中の行事に臨まれましたが、後日ビデオで、報酬の集いの様子をご覧になり、このように心のこもった式典を催してくださった、主催者、また、主催者を通じ出演の皆さんに、喜びと感謝の気持ちを伝えていただければ、とのお言葉を、 お預かりいたしました。との共済団体への伝達があった。ありがとうございます。